ブライトトゥモローは日本の競争馬。主な価値案は2007年に新潟大賞点。場名の由来は明るい安。2004年10月京都競馬場にてデビュー戦を勝利。条件特別に層を経て中京2歳ステークスでは中1から直線早めに抜け出し2歳、レコードタイムで勝利を収めるこの後1層視察機所へと向かう予定であったが、 骨折により春シーズンを棒に振る。9月中山競馬場での復帰戦で2着と抗争、続く大原ステークスでは単勝1倍台の指示を受けるが直線で馬群の壁を履けず8着敗退。レース後客部不安から再度長期休養に入り3歳シーズンを終える。3歳以降勝ち倉がないため、4歳夏の復帰時には1000枚クラスの身であったが、高級のりを生かし構想。 11月のテレビ、静岡賞を静止オープンに帰り咲く。翌2007年新潟大賞店では、直線で逃げ切りを図るサイレントプライドを捉え首差で優勝、重賞初制覇を遂げ、同時に小旗初好記種にも3年6ヶ月ぶりの重賞タイトルをもたらした。さらにエプソムカップ、朝日チャレンジカップと続けて2着に入り充実期を迎える。 しかし秋2戦目の毎日王冠では2番人気と、高評価を得るもレコード決着となる展開に、対応できず5着。続く、本番天皇賞では、直戦で不利を受け失速し10着敗退。天皇賞以降の秋ローテーションは白紙に戻され、放牧休養に出される。2008年大阪杯で差のない5着後、連覇を狙い出走した新潟大将天では1番人気に、押される。 小牧太志の新潟初重賞タイトルの期待もかけられたが見せ場なく大敗。さらにエプソムカップでは2秒近く離され敗戦。リフレッシュ報復を経て4年ぶりのマイル選手走も大差のとの負けと苦しい成績が続いたが、2009年1月17日付で JRA 競争場登録を抹消され、現役を引退した。なお、引退後はノーザンホースパークで乗馬となっている。 ありがとうございます。